はい、皆さんこんにちは。二松桃子です。民族ハッピー組の馬淵京子です。今日は東京ドームシティ内で開催されているお化け屋敷怨霊座敷にやってきました。夏の特別演出、顔剥がしの仮面になっております。いや、めちゃくちゃ怖くないですか？やばいです。本当にやばいんですけど、ももこちゃんはあれですか、お化け屋敷は入ったことありますか？私、お化け屋敷は入ったことあるんですけど、マジでこのラクーア内で一番ビビリなぐらい怖がり今いるラクーアの人たちの中で一番絶対ビビリ一番ビビリで、ね、そうですか。で、まあ、でも、結構覚悟は決めてきたから、でも京子ちゃんがいるから頑張れそう私はあの気合で乗り切るタイプなんですけど、実はお化け屋敷は全然入ったことがなくて。そうなんです。よくここが一番そう、ここは初めてかもしれない感じなんです。まあ、でも私あのこのラクーアは子供の頃から結構来ているので、お化け屋敷毎年のように見てたんですけど、過去一怖いみたいなので、やばいねまあ楽しみたいと思います。はい、それでは早速行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。まだ受付なんで。いや、受付から怖いから。受付から。こんにちは。検温の方先にお願いいたします。1グループ4人までみたいですね。行きませんが大丈夫ですか？はい。じゃあ消毒の方お願いいたします。本当に手汗がすごいです。やばい。本当に手汗がすごい。はい。すっごい赤ちゃんの声が。うん。赤ちゃん泣いてますね。赤ちゃんいるね。せーの。こんにちは。いたね。待って。ちょっと待って。これどうやって。こんにちは。これは普通に通ればいい。失礼します。絶対来る、来そうやん。うわって待てよ、ちょっと待ってね。どうだったら行こう。なんで待ってんの。なんかお邪魔します。お邪魔します。せーの。ただいまー。ただいまやばない、京子ちゃん。まあ、冷や汗とずっと手を握ってたから、手汗と超ベタベタやったけど、いやもう密着しまくりましたけど ね、まあ、でもちょところどころに消毒のあれが置いてあったから、はい、こうリセットさせてもらって、はい、頑張りましたね。めっちゃ頑張った。めちゃくちゃ怖かったですよ。やばいです、ほんまに怖かった。そうで、なんか17時から超絶叫バージョンって言ってもっと怖くなるみたいなので、私は多分それ無理です。私もやばい、これ以上怖いとか本当になんかどういうことね、前からも横からも後ろからも下からも、そう、上からも、もう全部油断できない。いや、すごく頭超汗かいちゃって。涼みに行こうか。涼みに行きましょう。ということで9月26日まで東京ドームシティ内で開催されていますので、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。以上、民族ハッピー組の馬淵京子と二松桃子でした。バイバイ。